1965年11月29日、二十歳の誕生日を迎えた尾崎豊は、無期限の活動休止を宣言。翌86年1月の福岡公演を最後に、公式の場から完全に姿を消してしまった。18歳の春、衝撃的なライブデビューを果たした尾崎豊は、果敢な同世代の若者たちから圧倒的な支持を集め、短期間で頂点へと上り詰めていった。デビューからわずか1年半後、19歳の若さで大阪球場を満員にするという驚異的な記録も残している。自分らしく生きることへの強いこだわりを純粋な気持ちで歌う尾崎豊は、いつしか若者たちの教祖とまで呼ばれるようになっていた。もう一度静かな場所で自分自身を見つめ直したい。突然の活動休止宣言の背景には、そんな尾崎豊の思いがあったのかもしれない。1986年5月、単身ニューヨークへと向かった尾崎豊。その刺激的な街での生活は半年以上に及んだ。摩天楼の街を歩く尾崎、楽器屋を除きスーパーで買い物をする尾崎、ニューヨークでの日常を収めたこの映像には、二十歳の若者の生き生きとした表情が捉えられている。そんなニューヨークでの生活を経て、再び歌うことを決意した尾崎豊が、彼を待ち続けたファンの前に戻ったのは、翌年1987年夏のことだった。そのニューヨークの映像ですが、ファンの方も初めてご覧になったという方も多いじゃないですかね。いろんなものを吸収して、そうですね、また表情もなんか普段ちょっとまたライブでは見られないような表情も見られましたね。
morning. Yeah. How are you? How are you doing? I'm good. I couldn't sleep at all. Take care. You too, bye. I hope you're back in the